はい、キヌです。彼女がいない明日パート2を撮っていこうと思います。では行きましょう。もう進化次に行けますね。俺はつぐみにいろいろ探りを入れてみたものの、何か手がかりを見つけることができなかった。そして俺の努力も虚しく、1週間後にまたしてもつぐみは死んでしまった。クソ、犯人はあいつなのか。でも一体どうすれば。あ、そういえば過去に戻る直前、いつもあの女の子が近くにいた気がする。多分あの子はつぐみの葬式に来ているはずだ。つぐみの葬式に来ている人を見渡すと、その女の子はいた。やっぱり。俺は女の子に気づかれないように近づいたが、女の子も俺が近づいてくるのに気づいたようで逃げ出してしまった。しまった、ちょっと待って。俺は周りを気にせず女の子を追いかけた。君は一体誰なの？つぐみとは一体。そう言いかけた俺はまたしても光に包まれてしまった。また家かよ、ワンパターンだな。今度はいつだ？5月6日？つぐみが亡くなる1ヶ月前か。とにかく現状を整理しよう。つぐみはこのままだと誰かに殺されてしまう。しかもつぐみをつけている何者かがいるらしい。さらにつぐみは誰かに対して謝らなきゃいけないことをしたようだ。ごめんね、い。あの言い方的に俺に対してなんだろうけど、つぐみは何も話してくれそうにないし、つぐみの命を守るためだ。しばらくつぐみの様子を観察しないと。そろそろ変化があるでしょうか。あ、目がパッチリしましたね。進める。おお、小さいバージョンもちょっと変わりましたね。つぐみのことをしっかり見てないとな。新しいのが香水ですね。では、思い出を見てみましょう。つぶらな瞳のつぐみ。アイプチ治療で少し目が綺麗になったつぐみ。てか病院まで行ってアイプチするってどうなの？アイプチ治療、新しい治療ですね。図鑑、ですね、新しく増えたのがコロンです。つぐみのお気に入りのブランドのコロン。柑橘系の匂いで、実は俺も好きな香りだったりする。匂いですね。はい、ではまたカットしましょう。はい、では続きに行きましょう。なんか新しくノートがアイテムありますね。観察日記、これは後で見ましょう。つぐみが殺された1ヶ月前に戻った俺は、つぐみの周りを調べて回ることにした。自分の彼女を尾行するってあまりいい気がしないな。これだと俺がつぐみのストーカーみたいじゃないか。よく映画とかだと、怪しい影は未来から来た自分でしたってオチだけど、俺がつぐみを殺すような理由もないしな。そんなことをつぶやきながら、つぐみの後をつけていると、つぐみが誰かと話しているようだった。あれはつぐみのクラスメートか。俺はよく知らないけど、何か話してるようだけど、もう少し近づけないかな。もうの命日。今命日って言ったぞ。誰かが亡くなったのか。つぐみとはガキの頃からの付き合いだから、知り合いが亡くなったら俺のところにも知らせが来るはずだけど、普通のことならともかく、つぐみに関する命日って言葉がきっと鍵になるに違いない。もう少し近づいて会話を聞き取ろうとするも、隠れる場所もなくてあまり近づけない。君、そこで何をしてるんだ。まずい、誰かに見つかった。俺の後ろの方から声がする。君、さっきからあっちにいる女の子を見ていたよね。最近不審者が多いんだ。ちょっと来てもらおうか。そう言って声をかけてきた人が俺の肩に手をかけた。警察でしょうね、きっと。次どうなるんでしょう。少し可愛くなりましたね。化粧したのかな。
化粧ですよね多分。進める、お、なんかコーヒーみたいなのありますね。スタバ的なコーヒー。やばい、まさか警察？まあそうですよね、警察だと思います。警察だよな。でもなんか聞いたことあるような声のような。警察だと思ったのが実は知り合いだったってパターンですかね。思い出を見てみましょう。ヘアサロンなつぐみ。あ、髪型が変わったんですね。いやでも顔もだいぶ変わりましたね。クレハ病院近くのカリスマ美容師に髪型を調整してもらったつぐみ。ここまで来るともはや治療ではない。そうですね、美容院行ったぐらいじゃ治療じゃないですよね。まあ、最初の顔からしたらだいぶ変わってますけど。では図鑑を見ましょうか。スタバっぽいところで買ったっぽいコーヒー、味はまあまあ、ブラックで飲めることがちょっとした自慢。観察日記も見ましょう。俺がつぐみを尾行してそれをメモした観察日記、これを読めばつぐみのすべてがわかると言っても過言ではない。それはすごいですね。ではまたカットしましょう。はい、まだ次に行かないと思ってたんですが次に行ってしまったのでここから行きます。不審者の疑いをかけられた俺は恐る恐る声のする方向へ振り返った。やばい、この状況は言い逃れできない。そこにいたのは意外な人物だった。ユーマ？どうしたのケイスケ、彼女に夢中で親友の声まで忘れた感じ。ユーマがいたずらっぽく笑う。ユーマは俺の親友で、つぐみと、ユーマの3人は昔からの幼なじみだ。びっくりさせるなよ、お前声真似がうまいから普通は気づかないんだって。そんなこと言っていつも僕の声の真似を見破ってたくせに。うっせえ、さっきのだってユーマってすぐに分かったけど演技してあげたんだし。ほう、ユーマがにやりと笑った。じゃあさっきの真っ青な顔も全部演技だったってわけね。冗談だって、ケイスケがつぐみちゃんのことが大好きなのはよーく分かってるから。バカ、そんなんじゃねえよ。あはは、ごめんごめん、でも自分の彼女の後をつけるなんて、それは僕が言えたことじゃないけど束縛しすぎるのもほどほどにしときなよ。歯切れの悪い俺に勘違いしたユーマがツッコミを入れる。だから違うってば。それじゃあどうしたのさ、ケイスケらしくないよ。ユーマ、俺の話を聞いてくれるか。うん、僕でよければ力になるよ。実はつぐみのことなんだけど、俺の知らないところで何かが起こってるみたいなんだ。ユウスケの、ケイスケの知らないところで？ああ、ユーマ、俺たち三人の共通の知り合いで、命日ってあったりするか？命日？結局ユーマに命日のことを聞いても、思ったような答えは得られなかった。それから俺はつぐみを尾行していたものの何も手がかりは得られなかった。そしてつぐみが殺される日がやってきてしまった。何の手がかりも得られないまんま、またつぐみちゃんが亡くなったんですね。あら、ほっそりした、ほっそりしましたね。では、進める。新しいの何も増えてないですね。ユーマは本当に声真似がうまいんだよな。なんかつぐみちゃんの動きがめちゃめちゃ早いですね。では思い出を見てみましょう。コミットなつぐみ。結果にコミットする的ダイエットで顔がだいぶ痩せて細くなったつぐみ。テレビ CM も夢じゃない。そうですね、でも痩せたのに顔はなんか霜膨れみたいになってますね。図鑑と新しく増えたやつがあるんですよね。どこだろう、下ですね。流行りのネイルです。つぐみがよく使っているネイル、派手な発色のネイルと違ってすごく落ち着いた色合いのネイルだそうですね。新しくまだ、あ、メガネが増えてますね。ユーマのメガネ。ユーマくん、ここからなんか関わってくるんでしょうか。思い出で、ユーマのメガネを見てみたいと思います。これですね、
ユーマのメガネ、学校の女子曰くメガネ萌えではないけど、普段はメガネじゃない子がメガネをかけるとグッとくるらしい。メガネいいですよね。それではカットしましょう。はい、続きですね。つぐみが殺されるであろう日、俺はいつものようにつぐみの後をつけていた。今回は俺がつぐみのそばにずっと張り付いてんだから大丈夫なはずだ。でも今回の俺はマジでストーカーだよな。全部終わったらつぐみに謝ろう。つぐみに何か変わったことはなさそうだな。一体なんで殺されちゃうんだ。そんなことを考えているうちに、つぐみの前に刃物を持った何者かが現れた。あいつが犯人か。待ってろつぐみ。しかしあと一歩のところでつぐみは何者かに刺されてしまった。つぐみしっかりしろ。しかし俺が駆け寄った時にはもうつぐみの意識はなかった。また俺はつぐみを救うことができなかったのか。俺はすがる思いで救急車を呼ぶと犯人の後を追いかけた。あいつだけは絶対に許せない。俺は力の限り走った。じりじりと犯人との距離が小さくなる。一体誰が犯人なんだ。観念しろよ犯人。そうやって犯人に手をかけた時だった。犯人とは別に葬儀場で会った女の子が視界に入った。へえ、視界がぼやける。え、まさか。俺は目の前が真っ暗になった。え、どうしたんだろう圭介くん。おお、顔がすっきりしましたね。はい、では進めるを見てみて、新しいアイテムは増えてないですね。またつぐみが。つぐみちゃん心配です。では思い出を見ましょう。赤髪のつぐみ。髪がだいぶ傷んできたのでダメージの目立ちにくいウォームブラウン系にしてみた。トリートメントはもちろん椿。はい、何か増えてないかな。増えてないですね。というわけでパート2この辺で終わりにしましょうかね。犯人は意外と足が速いな。遅いな。遅い、あ、追いつけるぐらいなんで遅いっていうことですね。はい、ではパート2ここで終わりにしましょう。それではまたパート3でお会いいたしましょう。では。